最後に奇跡が起きる。起こす。奇跡を起きろ。あれ？邪魔するのあれかも。よいしょ。やるしかねえ。やるしかねえよ。みんな。あと。熱帯魚を取りに行かねえと。くう。こんな。頑張る、頑張るしかねえんだ。で、これとこれで確率収束した。空も泣いてる。でもまだ僕吹雪先輩に青出たでって言われてないから、まだ海に潜るしか。あと5分。あですけど。悲しいな。確率は収束したのかな。熱帯魚ももういない。もう俺たちの出番はないと言わんばかりにいなくなっている。こんなのってないペコじゃん。本当にこんなのってないペコじゃん。あ、いた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 。これなんか変な空間できとる。くぅ、ドラウンドがいる。あー、いた。一匹。熱帯魚魚。熱帯魚魚。これフグ。フグにも何度も刺されたら重ひで。違う、熱帯魚は全然いない。熱帯魚
お疲れ様でした。僕はまだ何でも聞いてないもん。鳩しか聞いてないもん。二人で喋っている。こいつだ、これだ、これ熱帯魚だろ。よしよし、いた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 。熱帯魚と。熱帯魚と。もうちょっと。こうしてこうして、もうこの作業も慣れたもんよ。人生のわびさびを感じました。熱帯魚が出ないことで、熱帯魚が出ない、そしてもしかしたら吹雪先輩の方にあげたかもしれない。そしてコミュ障を発揮というか、で出たんですかと聞いていいのかわからない。これが人生、そして熱帯魚を追いかける、これが人生だ。みんな、でもこれでホロサバに一匹青ウーパーが来たのなら、僕のこの確率の収束を、この僕の努力はホロサバの青ウーパーに言って、てめえふざけんじゃねえよ。おめえいい加減にしろよな。ホロサバに今語ってるところだろ。フグめ、フグ、貴様最後まで邪魔をしてけんのか、てめえ。おい、ちょっと待って、この熱帯魚ドラウンド、うざすぎる。先生、お時間です。え、もう時間、もう時間。よし、ストラスト行くか、ラストチャンス、ラストチャンス。産んだ？